はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、入荷が遅れておりましたオプティックのアメフトですね、 NFL。 はい、こちら、ご依頼者 MK16 さんですね。よいしょ、よろしくお願いします。ね、発売当初と比べたらもう人気はもう完全に出てきましたね、オプティックね。はい、で全てのカードを、ね、お送りしますので、パッキングしてね、また、はい、クリアパックですけどお送りいたします。で今日の発送に間に合えばですね、ちょっとあと、今6時11分になったところなんですけど、6時半ぐらいまでにはちょっと山瀬さん来ちゃうと、ちょっと申し訳ないんですけど、明日発送、火曜日発送の水曜日着となる予定です。間に合えば明日着で手配いたします。ちょっと年末ね、12月とかなってくるとこう荷物がね遅れたりとかすごい多くなってきちゃうんですよね。するとね、そう、遅延してなおかつ、税関で止まる、はい一番嫌なパターンですね。そういうのもあるんでね、ちょっと申し訳ないですね。よいしょ。今年はね、枠がちゃんとやっぱりオプティックあるんで、光るととても綺麗なんじゃないですかね。よいしょ。なので毎年ドンラスのデザインでね、あ、これオプティック今年綺麗じゃないのとかみんな言ってますね。よいしょ。はい、ワンオートですよね。よいしょ、じゃあ行きます。はい、アーロン・ドナルドですね。去年はねフィーバーしましたね。199ですね、オレンジ。ベースカードとルーキーと光物と分けておきます。インサートとかですね。 DK レーテッドルーキーですね。はい、あ、ルーキーですね。レイダースのディフェンスのルーキーです。5000で。ワトソンか。あ、ラップくん、この間やっちまいましたね。6の50ですね。はい、NFL ね。みんなで日曜日見てたんですけど、やっちまったなっていう。逆サイド、サイドライン際行くっていう。はい。ベテランのね、まあ、難しいとこかもしれないですけどね、ちょっとセーフティーとしてはどうなんでしょうと思いました。はいね、まあ、逆サイド振られる、振られる、あ、サインだ、ひっくり返ってる、多分トニー・ポラード、あ、しかも35尻ですね。あ、それですね。はい、あ、状態いいですね。パープルかな。はい、でタイリーですね。お、ジャスティスヒールか。299ですね。ちょっと山本さん、そこに積んであるの全部、お、ボサが来ました。レイテッドルーキーは確かおつかにされてるはず。あ、違います、違います。うん、こっちの。ああ、3時までに電話。ああ、了解です、了解です。あ、はい。あ、何日から？あ、土曜日から。はい、わかりました。はい、ということです。お、これかっこいいですね。しかもエデルマン。シリアルはないんですね。プリズムになってますね、一応。はい。エデルマンがブーンってやってますね。ジャスティスヒルですね。レオナルドですね、シルバー。お、ミンチュー。はい、ミンチュー来ました。ミンチューもね、
全然悪くないですよ。もうレーティング90以上だとなんかもう交代させられるみたいなね。17の150ルーキーです。そんな風潮になっちゃうとね。まあでもクォーターバックのレーティングは上がってますよね、明らかに。お、ジェイコブス、レッテッドルーキーいいっすね。結構いるでしょ人数。ホーネット299、ホーネット先生ですね。お、ラマジャク、ローレンス、はい。デビンブッシュは199、こっちか。はい、コックス、シングレタリーですね。レッテッドルーキーのメンバーはまあいいですよ。ルーキー的勝った、あ、デビンブッシュはい、ラブですね。ブレディもいました。お、マホームズ、2000年ドンラスのデザインかこれかな、箱1ぐらい、これ初めて見ましたねという感じでした。はい、サインはポラードですけど、まあ、35尻ということで、まあ、いいんじゃないでしょうか。こちらですね。はい。インクののりもいいですね。うん。はい。35尻の34番。はい。ということで、まあ、ルーキー系も結構光に絡んだような気がします。レッテッドルーキーは良かったですね、結構ね。うん。はい。じゃあ、ちょっともう山田さんが取り来ちゃってるんで、明日発送になります。はい。よろしくお願いします。